公園の入り口の一つ。仙台堀川公園は東京都江東区にある江東区立の公園である。江東区内を流れている仙台堀川の多く部分を埋め立てて作られた浸水公園で、総延長は3700メートルになり、都内最大の規模を持つ浸水公園である。仙台堀川の流れている一帯は付近にあった工場などからの地下水の組み上げにより地盤沈下が、 激しくゼロメートル地帯となっていた。それにより川より低い土地が出来上がり、護岸壁の高さもどんどんと上げていかなくてはならない状況であった。特に大胸木場公園から東部の高等内部河川では台風の時などは護岸壁を越えて川から水が溢れる危険があった。このような危険を回避するために大胸木場公園から東部の高等内部河川は 大木橋公門等を設けて石止め、排水機場から常時排水することにより、水位を下げることとした。そして、水位の下がった仙台堀川東側は埋め立てて、公園とする工事が進められた。工事は1978年に始まり、公園としては1980年4月1日に開園した。その後も工事は進み、1986年に、 全面的に完成し、仙台堀川の多くは、樹木と川とを身近に感じることのできる、浸水公園と大きく変わった。総延長は、約3700メートルの細長い公園で、面積は、約10万3850平方メートルにも及ぶ。西は、大横川合流地点で、北は、小名木川合流地点までとなっている。西の大横川合流地点より先はまた、 仙台堀川として河川になっている。地名としては、北砂、東砂、南砂、仙国、東洋にまたがる。公園は各地区ごとにテーマがあり、そのテーマごとに趣向を凝らした作りとなっている。途中に同じく河川を埋め立てで作った横実験川浸水公園と合流している。ありがとうございます。